にちは、しんやです。最近僕が見てるガジェット系の YouTuber がこぞって紹介してたカメラがありまして、それを見てたらまんまと洗脳されてしまって、そのカメラを買ってしまいました。インスタ365-3というやつです。これは、こっちにあのモニターがついてて、それがなんとこう起き上がって自分で撮るのもモニターがこっち向いててしやすいというカメラなんですけど、これだけだとありがちなんですが、なんとこれはここが外れます。外れてこっちでモニターしながらこっちのカメラも撮れるというやつです。そしてなんとこのネックレスみたいなんが付属してまして、これをこうかけて服の中に入れるとカチャッと磁石で止めれるようになります。これでなんとハンズフリーで撮影ができるということで、特に目的もなくこのカメラを買ったんですけど、今週の動画のネタもないということで、なんか今日は適当に撮ってこようと思います。で、ちょうど今日美容院にこれから行くので、これを持っていこうと思います。渋谷にやってきました。ありがとうございます。すごいですね、これカメラ。そうすごっ。ありがとうございます。はい、ということで髪を染めてきました。今16時なんですけど、ちょうど19時から新宿で謎解きがあるので、ちょっとそれまで時間を潰そうかなと思います。ちょっと雨が降ってきてるのですが、傘は持たないかなので、ちょっと小雨の傘が濡れてます。そういえば今日ディル・アン・グレイの DVD 発売日です。カワレコがすぐそこにあるので、ちょっと様子を見ようと思います。
新宿の謎解きの会場から徒歩2分ぐらいのとこなんですけど、ここにまだ暴走して立ち入ったという神社があるので見に来ました。ここ車がぶわーっと行ったみたいです。いや、あっちからこっちに来たみたいです。謎解きまで2時間ほどあるので、近くでご飯でも食べながら観光をと思います。謎解き開始10分前になったので会場に向かいます。ということで、80匹の動物を捕まえる個人戦だったんですけど、79点でした。惜しかったです。で、今からサウナを予約するので、青山の方に向かっていきたいと思います。こんにちは、ありがとうございます。今コースの高橋です。足元にお気をつけください。中です。なんか麻布十番にもあるんですけど、今年の4月にこの青山店もできたんで、どっちも行ってます。でサウナの方はこんな感じで、こういうのできます。オートロールです。で、ネットブロックスとか見ながらサウナに入れます。ちょっと曇ってきた。温度は70度弱なんですが、湿度がすごいので、こんぐらいの温度でも一瞬で汗をかけます。買ったばかりのカメラが壊れたらあれなんで解散します。ポロポも飲み放題なんで早速作ります。では入ってきます。Thank you.